キャニオンシティは、アメリカ合衆国オレゴン州グラント郡にある市であり、同郡の郡庁所在地である。ジョンデーから国道395号線で1マイルほど、南下したところに位置する。2010年における市の人口は703人だった。キャニオンシティに最初に集落ができたのは1862年6月、地域内を流れるキャニオンクリークで金が発見された、後のことだった。 この金の発見により、キャニオン式とジョンデイの間の土地には1、平方ヤードあたり500ベイドルという値段がついた。先行鍋を用いて、砂金をふるい分ける方法により、一つの先行鍋あたり数オンスの金を回収することができた。この地域のゴールドラッシュの最盛期には、1万人もの人々がキャニオン式に住んでいたとされる。これは、当時のポートランドさえしのぐ人口だった。 巧妙な地質学者だったウォルド・マーリンド・ドグレンは1900年にブルー山脈の近郊を訪れた際、キャニオンクリークにおけるその時点までの総再金量は1600万ベイドルを下らないだろうと推算している。当時の金の価格は1トロヨンスあたり20.67ベードルだったことからおよそ80万トロヨンスの金がそれまでに採掘されたことになる。これは 現在の価値で8億米ドル相当の量である。キャニオンシティは1962年に測量が実施された。その2年後、ワスコ軍から分軍してグラント軍が設置されると軍庁所在地に選ばれた。姿勢は1891年に敷かれた。キャニオンシティはキャニオン山の数マイル北西に位置し、標高は3100フィートを超える。 アメリカ合衆国国勢調査局の発表によれば、市の総面積は3.6平方キロメートルであり、その全域が陸地である。2000年の国勢調査では、市の人口は669人で、257世帯、180、家族が暮らしていた。人口密度は185.8、ミニだった。211.1、 スクエアミの平均密度に294件の住宅が建っている。人種構成は白人90.58%、アジア系0.00%、アフリカン・アメリカン0.15%、先住民2.84%、太平洋諸島系0.00%、その他の人種2.09%、及び根結 4.33%% である。 人口の4.63%はヒスパニック、またはラテン系だった。先祖構成は、イングランド計17.5%、ドイツ計17.1%、アメリカ計14.3%、アイルランド計9.0%である。257世帯のうち、37.7%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、54.1%は、 夫婦で生活している。11.7%は未婚の女性、または家父が世帯主であり、29.6%は結婚していない。24.9%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、8.6%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.46人であり、結婚している家庭の場合は2.94人である。 市内の住民は28.7%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が6.4%、25歳以上44歳以下が31.2%、45歳以上64歳以下が20.5%、及び65歳以上が13.2%に、渡っている。中央値年齢は35歳である。 女性100人ごとに対して男性は99.7人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は107.4人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は29,940米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は41,458米ドルである。男性は31,167米ドルに対して、 女性は23,438米ドルの平均的な収入がある。この地域の一人当たりの収入は14,404米ドルである。人口の7.8%及び家族の5.7%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の9.2%及び65歳以上の0.0%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。